素敵な音楽とともに始めたいと思います。このコーナーどうぞよろしくお願いいたします。何それなぜなにバナディールでございます。はい、LS で起きたちょっとした騒ぎについて、はい、はい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 、所属 LS では復帰者もおられることから子さんが企画して周期的にオーメン、ヨニックといった活動を行っております。ただ、うん、困ったちゃんがおりまして、フリーロットなんですが空気を読まずに彼にとって、うん、彼にとっているもの優先順位の低いものも、ロットする復帰者がいました。何でもかんでもロットするってことだね。うん、うん、出たら全部ロットする。はい、ある日オーメン王のレア品がドロップしまして、誰が取るのかなとなってたところ、その困ったちゃんがロット勝ちしました。かっこ私はその時参加できていませんでした。まあ話に聞いたってことかな。ただその困ったちゃんは該当ジョブは一応99のようですが、パーティーに出せるほどには鍛えていません。かっこ該当ジョブで見たことがないメインと思われるジョブも第一線張れるほど鍛えてもいない。なるほど。で、何日か後、他の復帰士がとうとう切れて、鍛えていないジョブの装備やロットは控えてくれといった内容の話をしたそうです。その時の困ったちゃんの反応は、フリーロットだから、ジョブ鍛えてる鍛えていないは何が基準といった内容だったそうです。はい、次ね。で、その時にな、気になったのは困ったちゃんが別の復帰者にお前はとか、まあなんか結構尊大な態度というかね、うん、語調が荒い感じだったのかな、比例な言い方で話をしていたと聞きます。結局 LS リーダーが動いてロットは一品のみで調整して今後行うことになりました。しかし困ったちゃんは LS に来なくなりました。個人的にはフリーロットだから致し方ないとして、比例な言い方が許せないなと思っております。あと所属 LS は LS じゃない、相互協力で強くなろう、装備は使う欲しい人から譲り合いの場だと思っていますので、その困ったちゃんには合わないし、輪を乱すと思いました。第三者のご意見賜りたく投稿させていただきました。と、七井さんです、はい。はい。うちの LS でさえ、うん、ロットルールは決めるよ、うん、あの、やるときは、うん。やっぱり。一本目は誰それとか、これが出たら誰誰とか、うん、やっぱり。これはもう持ってってねとか。うん、決めた方がいいよ。かぶったらロットショップに、うん、勝負にはしてるけど。ロットショップだからフリーロットにしてたってことは、うん、まあ、多分誰それに持ってってほしいっていうのも決めかねてたっていう状態だと思う。うん、やっぱりね、こういうことがあるから、ちゃんと決めた方がいい。決めた方がいい。それと多分、この、うん、お前とか、そういうのってもうすでに、これ、言い争いになったんじゃないかなと思う、うん。そうだね、言われた時点でもうカチンと来ちゃってたんだろうと。うんうん、思うて、まあこれ喧嘩別れになっちゃってるだろうけど、ナブズ裁判官としては、はい、じゃあ全員もね、うん、欲しいもの取るまで、うん、ハムハムしてろ、ハムハム。ログインポイントが、はいはい、交換したいものがずっとありません。ないね、うん、皆さんどうしてますか。何か得意になるものがあればおすすめを教えてください。わしも聞きたい。今月は一応楽譜がもらえるから、うん、オーケストリアを持ってない人は交換してねっていうのはなんか言ってたね。わしは一応いつもね、印象にしちゃってんだよね。印象キャンペーンが来た時用にと思って、全部印象。ね、うん、あと、おしゃれ装備の佐五条の槍は、うん、これ見た目以上に、実際に持つとかっこ悪いです。逆だった。おすすめじゃなかった。かっこ悪いっす。そうか。うん、じゃあダメだ。ダメっすね。参考にし、なった？印象か、フェイス。うん、印象か、フェイス。うん、え、印象が無難かなぁ。前回ライオンやって、なんだこれクソ弱えとか言って、はい、弱かったじゃん。今回、そんなことないらしいね。3倍どころじゃなく、実はすごいきついらしい。はい。直前にこんなお便りが来た。はいはい。見たまえ。なんだね。見たまえ。なんだね。ま、待って、見ろと言って出せない。これだ。でーん。なぜなにバナディール。これ合ってんのかな？あったあった。はい。ライオンバトルフィールド。はい。はい、カテゴリーは、
噛んじゃった。なんで配信やってんだよ。いつ噛まなくなんだよ。カテゴリーは適当で意見だけです。ごめんなさい。19日から始まった別れた友への思いのソロ攻略を教えてください。いや。はい。というか、ソロ無理なのかも。難しすぎ。どうして誰もが楽しめるくらいにしないんでしょうね。今夜も楽しみにしています。ありがとうございます。まあ、こんなお便りをね、先ほどいただいてですね。そうなの？わしの想像だと、最初の1時間も持たないでライオン丸は床に沈む予定だった。マジ？うん、だったんだけど。よし、じゃあボイドウォッチの素材デュープしようぜ。お前さ、最悪なんだけど。はい。まあ、そんな感じでお便りもいただきました。まあ、なんか行ってみよう。あ、結構硬いね。ほんとだな。あ、なんか、生意気。やるか、やるか。なんかすごいスタンだ。あと7秒もスタンガン。わし、こんなに殴られたら死んでまう。死んでまうよ。寝てないのに。って、うん、あ、やんやんや。暗黒してきた。嘘。なんでなんで、何勝手に死んでんだ。先生、ザイドの攻撃3900だ。やべえ。あ、12449。怖っ。なるほど、これはソロでちょっと。なるほど、なるほど。